15センチぐらいかな、ちょっと大きいですね。これ一応底が空いてないんで使えるんで、これ使いましょうかね。この距離がね、測ってないんだけど40センチか50センチぐらいかな、うん、じゃあこんでやってみましょう。どうなるかわかんないけど、3件ぐらいにしとこうか、的まで。これ抜けましたね、一箇所。まあ、この穴の位置は覚えておいてください。今刺さったんだけど取れちゃったよな、ほら。これ刺さってんだよな。ちょっと違ったか。これ難しいよ、あれをすっ飛ばしてやってるのにね。そんなこといくのかね。ちょっと無理です。ブリジット、いいよもう。まあ何やりたかったかだけ説明しますね。これをですね、こう来てズボッといって、これがこうこういうふうに行くかと思ったんだけど、これ難しいでダメですね。これはこう
で、もう一回説明しますけど、これなんでここ開いたかっていうと、こうですね。なぜ開いたかっていうと、平面だからなんですよ。フラットだから、これこういうとこ直面をやるのはすごい難しいんですよ、こういうふうにね。だけどここは簡単なんですよ、割と。ここはね、ここは難しい。反転だもん、たまにやりましょうかね。ハーフスピンですね。あんまり調子良くないけど、そうじゃないのかね。